吉さん男はつらいの車虎次郎、渥美清さんがいるんですけども、いつもね、映画の一番最後、ラストシーンで、虎屋の方にね、家の方に手紙を送ってくるんですよ。で、それが決まってお正月なんですよね。お正月の晴れやかなところで、旅先で虎さんは商売をしている。でそして、一枚の粘土のハガキを家に送って、それをさくらさんとかひろしさんが家で読むんですよね。その冒頭には、 トラヤの皆様お元気でしょうか昨年中は私の行いでね皆さんに大変ならご迷惑をおかけしました今はただ後悔と反省の日々を過ごしておりますって書いてるんですよこれがいつも面白くってね後悔と反省をしてるのにまた同じミスを繰り返すというねそれがまあ予定調和の「男はつらいよ」という映画が50作続いた面白さでもあると思いますけどもあの小さいことにくよくよするなっていうでしょいや私は逆で小さいことからくよくよしないといけないと思うんですよ 小さいことを深く深く追求してこだわっていくからこそ小さな問題っていうのはどんどん解消されていって紐もといていくその積み重ねが大きな問題に立ち向かっていくパワーになると思いますけども小さなことに本当にね気に留めなかったら大きなことってどうやって解決するんだと思いますよ私は小さいものからやっていかないとなとそれであの吉田さんもね分かっていただけると思うんですけども私が最後麻雀店の片付けをしてる時の本当あの時間のね虚しさというか うん、同時にですね沸き起こる力も出てきましたそれはやっぱり深く後悔して反省したからだと思うんですよ自分の力論のなさ目の付けどころが悪かった仕方なく商売始めてしまった楽をしようと思った従業員に期待した従業員に頼ろうとしたマージャン店に期待したマージャン店に頼ろうとした全てが己からどんどん離れていくんですよね持ち物を増やせば増やすほどそれが自分の代わりに何かをしてくれるんではないかなと思って期待したんで 今はどんどん逆に切り離していって自分に必要なのは自分だけじゃないかなっていうことにやっぱ立ち返ったわけですよその中で染み出るように必要な人や顔が思い浮かんでくるだからその人だけ大事にしていけばいいんじゃないかなその人のためにだけ尽くしていけばいいのかなそれが即果塾合計で1,000人のグループになっていたところだと思いますけども、まあ、でも今改めて思うんですけども必要な時期はあったけども今は即果塾を必要としてないという側面もあるんですよね それはあの熟成んがですよ。1000名もいて、毎日のようにメッセージがにぎわっていた頃もあります。1日に50件。そういうことがありました。でも今はそんなにないですね。10件弱ですよ。本当に10件以下。全くない日ってのはさすがにないんですけども、連絡がない日っていうのはね。でもアプローチはずいぶん減って、その分だけ私は FX オリガルヒーみたいな新しいコースを作る余裕もできたってことなんで、なんかね、行ったり来たりですよね。ただ一つ言えるのは、 深く後悔して深く反省すること。あの、反省して後悔っていう波大抵のものじゃなくて、深く深くですよ。そうすると、自分が開けてしまった穴を埋めてあまりある山を作ることができるんじゃないかなと思うんですよ。でも、深く後悔して反省するようなことが起きなければ、振り返り立ち返って、そこにめくれてしまった穴を埋める作業すらしない。ずっと平坦な道を歩くと思うんですよ。それはそれで無難な人生かもしれませんけども、私はやっぱりね、ダメージから学びたいなと思うんですよ。 意図的に自分からダメージを食らおうとは思いませんけども細心の注意を払って行動してもそして大胆に挑戦してもダメージを受けたというそういうふうな事実があるんだったらどこに隙があったんだろうかこのダメージに頼る自分は作れなかったんだろうかっていうふうにやっぱりね深くそこから「七転び八起き拾うものがありたい」そういう人生で送りたいなと思いますよねだから後悔反省どんとこいですよねその代わりに生半可なな後悔反省じゃなくて 深く後悔して深く反省してそこからさらに加速をつけて立ち上がっていこうかと思いますね。いっってらっしゃい